皆さんこんにちは。華やかで夢のあるフィギュアスケートの世界、国際大会では多くの日本人選手が活躍し、人気を集めるスポーツの一つでもありますね。そんな夢のある世界で、指導者同士のモラハラ裁判という前代未聞の裁判を起こしたことで話題を集めた織田信成さん、未だ決着がついていない泥沼裁判ですが、実は織田信成からモラハラを受けたと教え子の保護者から告発されたのです。今回はモラハラを受けたと裁判を起こした織田信成さんから、子供がモラハラを受けたと語る保護者のエピソードに迫っていきたいと思います。まずは織田信成さんについて紹介しましょう。1987年3月25日、3兄弟の末っ子として生まれた織田信成さんは、兄弟の影響もあり7歳の時にスケートを始めました。現役時代は2005年、世界ジュニア選手権優勝、2008年全日本選手権優勝、2006年四大陸選手権優勝、2010年バンクーバーオリンピック7位、2012-3年ネーベルホルン杯優勝と、他にも数々の功績を残しています。2010年バンクーバーオリンピックでは靴ひもが切れるというアクシデントに見舞われ、残念な結果になってしまいましたが、実力は世界レベルということを証明しましたね。2010年4月、23歳の時には中学時代の同級生と結婚し、同年10月には第一子となる男の子が誕生しました。2013年には次男が誕生しています。さらに2016年には三男が誕生し、2019年には長女が誕生し、なんと現在では4人のパパだったのです。2013年に引退した織田信成さんですが、突然の引退に協会も驚いていました。引退時、若い人に頑張ってほしいという理由から自身が選出された四大陸選手権の出場枠譲る形になりましたが、これは表向きの理由と言われています。本当の理由は2014年に行われるソチオリンピックと世界選手権へ出場できなかったことと言われています。その選考会を兼ねた大会では4位となり、出場選手に選ばれなかったのです。四大陸選手権出場選手選出後に引退表明をしていることから、これが直接の理由だと言われています。引退後、プロフィギュアスケーターの他解説者やタレントとして多岐にわたって活躍中の織田信成さん、2017年4月には母校である関西大学アイススケート部の監督に就任されました。しかしこの就任こそがモラハラ裁判のきっかけとなってしまったのです。2019年11月関西大学アイススケート部の監督辞任に追い込まれたとして、当時同部コーチだった浜田美恵さんに対して1100万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしたのです。陰口などのモラルハラスメントで精神的苦痛を受け、体調不良を起こし監督辞任に追い込まれたと証言しています。当時記者会見で涙ながらに語る様子を見て、心を痛めた人もいたのではないでしょうか。一方で浜田美恵さんは織田信成さんの証言を全面否定し、今度は浜田美恵さんが織田信成さんを名誉毀損と判を起こしたのです。この裁判から3年以上経過していますが、まだ解決していません。2023年3月2日に判決期日指定され、間もなく泥沼裁判も終わりを迎えようとしています。しかしモラハラを受けたと主張していた織田信成さんでしたが、教え子の保護者から子供が織田信成さんにモラハラを受けたと逆告発されたのです。織田信成さんが自身の受けたモラハラを訴えたことによって、関西大学高槻アイスアリーナでレッスンを行う子どもたちの間でも、モラハラって何？と動揺が広がっていました。そして織田信成の教え子だった保護者の間でも話題に上がることとなり、モラハラを受けたのは自分たちという内容の告発が公表されたのです。フィギュア界の闇が浮き彫りとなり、織田信成は被害者から一転加害者へとなったのでした。保護者たちが告発した内容を紹介しましょう。織田信成さんはあくまでプレイヤーだった、指導者という立場の自覚は残念ながらあまりなかったように見受けられる。成績が良くない学生に価値がない選手と言ったり、海外から練習に来た子に自分の国に帰れ
と怒りに任せて言っていた。ある保護者は、今時の子は挨拶もできないと長時間にわたって説教を受けた上で、親として失格とまで言われ泣いていた、などいくつものモラハラエピソードです。さらに衝撃的なのは、織田信成さんにコーチとしてもっとアドバイスしてほしいとお願いをした学生と保護者がいました。織田信成さん自身の練習に力を入れて、学生の練習をないがしろにされていると親子は感じた様子。その保護者に向かって織田信成さんは、このリンクは僕と大ちゃん、高橋大輔選手のために作られた、君はそのレベルにないですと言ったそうです。言うまでもなく、この発言は大きな波紋を呼びました。一方で、世界のトップで戦ってきた選手がその場にいることに意味がある、諦めない気持ちや努力することで乗り越えていける喜びを伝えてあげたい、心に訴えかけられる指導者になりたいと熱く語る織田信成さんに、感謝する保護者もいたようです。このモラハラ逆告発について織田信成さんは一切コメントを出していません。もし織田信成さんが浜田美恵さんに対して訴訟した内容が認められる判決となった場合、保護者からの告発は再び注目を集めることになりそうです。そうなれば、日々リンク上で夢に向かって練習をしているジュニアや選手たちに悪影響を及ぼす可能性があります。ジュニアや選手たちを巻き込むドロドロ裁判にならないように祈るばかりです。そんな泥沼の渦中にいる織田信成さんの最近の様子を紹介しましょう。2022年11月中旬の国体予選に出場するため、同年9月にスケート連盟に復帰届を提出したことを発表しましたね。復帰理由については、2021年冬に膝の手術をした後、新型コロナウイルスに感染し、体力が落ち、アイスショーで納得のパフォーマンスができなかったことがきっかけとなったそうです。織田信成さんは、このままじゃあかんなと思った、体力的にも筋力的にも状態を上げていかないといけないなという風になって、トレーニングをするモチベーションや目標が欲しかったので大会に出たいなと思ったと心境を明かしています。そして2022年11月12日に行われたフィギュアスケート大阪府民スポーツ大会国体派遣選手選考会に、2013年12月の全日本選手権以来9年ぶりに競技会に復帰した織田信成さんは、高難度のフリー構成で146.05点で見事優勝しました。3247日という長い期間リンクから離れていたのにもかかわらず、復帰戦で優勝を果たすところはさすが元メダリストですね。フリーでは映画「もののけ姫」のテーマで冒頭に4回転トーループを投入し転倒。しかしその後はトリプルアクセルを連続技含めて2度成功するなど、7本中6本を着氷し、5本で出来栄え点の加点を獲得。演技後は、楽しかった、久しぶりの試合というワクワク感が出てきて、滑っている時から楽しさを感じることができたとにこやかに振り返っていましたね。近年では一度引退した高橋大輔さんも、引退から4年後となる2018年に復帰し、現在では村元香菜さんとアイスダンスのカップル結成し、再び注目を集めていますね。ちなみに2022年には ISU 公認大会初制覇を果たす快挙を見せてくれました。織田信成さんも、現役時代に同じリンクで戦った高橋大輔さんに刺激を受けたのかもしれません。今回の復帰戦で証明したように、織田信成さんが素晴らしい選手だということは間違いありません。今後は裁判ではなく、リンク上の活躍で話題を集めてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。